おはようございます。釣り子 TV です。この白い箱。ねえ。これね、ちょっとね、待ちに待ったね、去年注文していたルアーが届いたよということで、早速開けていきたいと思います。さあ、何が入っているか。まあね、サムネイルとかね、タイトルで多分書いてあると思うんだけど、初めて今日ね、届いてから。あー来たー、来ました、来ました。はい、じゃじゃーんってね、これエプスメンバーズって書いてありますけども、グランドバスタークね、やっと届きました。やっとって言ってもね、まだ今3月とか4月ぐらいなので、実際に使うのはね、アフタースポーンから夏の時期なんかに使うことになるんじゃないかなということで、ジャストタイミングだと思いますが、早速ね、開けていきたいと思います。どんな感じかなということで、ね、デプスナーのメンバーになるとですね、買うことができるんですけども、お、今ねちょっと触っただけでね、わかるんですか、なにこれ、え、独特な、あー、なんかで、音がするんですね、こう、で、グランドバスタークってことで、大きなバスターク、コッパーもね、ちょっとね、大きい、まあボディ全体が大きいですからね。で、ウェイトも結構ね、ガツッとしたね、いいウェイトがセッティングされてるんじゃないかななんて感じるんですけども、っていうのはね、まあこれ結構ね、この平たいウェイトなんで、なんかデプスのね、フロッグってね、ものすごいここのクリアランスがちゃんと取れるイメージなんですよ。こうね、ここピチャコーンってね、薄くなるんでね、ここが肝なんじゃないかな。このね、ウェイトのね、作り込みっていうのは一つね。あと、まあ不用意にこう水が入らないように最初からチューニングされてますし、で、空気穴があってね、吊るしの状態で、買ってすぐの状態で結構抜群に使えるよなんていう風になってるじゃないのかなっていうのが、あのデプスのフロッグのいいところだと思うんですけども、グランドバスタークもですね、しっかりともうこのまんま、すぐ投げ出しちゃって OK って感じだと思うんですよね。まああえてやんなら多分ここの口元のところにね、Pラインギュウギュウに巻いて、不意に不用意にずれないようにしたりとか、いろいろあると思うんですけど、まずはね、この、ノーマルのドノーマルの状態で、この音すごい気になるな。なんかね、結構くぐもったいい感じの音が振るとなるんですよね。で、この尻尾というか足ですね、これもまたね、水に濡れると生めかしく動いてくれそうなのでいいんじゃないかなってことで、で、この唇ですよね。これがね、ポッパータイプのフロッグって大好きなので、あとね、これとね、グランドスリザークもあったんですけども、そっちはね、自分注文しないで、まあこうオーバーハングの下とかね、ちょっと狭いところでネチネチポコポコとね、使えるようにね、リザーバーとかで使うことが多いんじゃないかななんて思って、このね、ポッパーの口のグランドバスタークの方ですね、選んでみましたね。色もね、これね、いい感じの透明にあってもすごい視認性がいい色ではないかなということで、で、このデプスのね、メンバーズクラブ のホームページでね、これまでに販売したルアーとか見ていくと、こういろいろ説明書きが書いてあるんで、まあね、こういうね、本当メンバーの人しか買えない専用のルアーっていうのがいくつかあって、これはもう欲しいよなと思ってね、メンバーズクラブ入りまして、まあ、今年もね、継続して、メンバーズクラブ登録したので、まあ今年ね、またいろいろルアーが届いたら紹介していきたいななんて思うんですけども、まずはまずはですね、グランドバスター、これ届いたんで、ちょっと説明文の方を見ていきたいと思います。グランドの双壁をなすポッパータイプのフロッグ、スリザークと双壁をなすポッパータイプのフロッグ、バスタークにグランドサイズがラインナップ。今まで届かなかった対岸のカバーやカバーのその先へと楽に到達させてくれ、グランドサイズのパワフルなポッパーアクションでノーマルサイズでは出し切れなかったバスのスイッチを入れてくれます。
ノーマルサイズに比べ単なるサイズアップではなく、カップ形状やウェイトバランスなどグランドサイズに合わせてスープアップ。トルクのあるパワフルなポッパーアクションは大きな獲物を吸い込むような生々しい捕食音でビッグバスに違和感を与えず、本能を揺さぶり威嚇バイトを誘発させます。特にグランドサイズだからこそ届く距離に存在するカバーは誰もエントリーできない低プレッシャーのため、グランドシリーズだけが得られるバイトシーンをもたらしてくれます。グランドサイズへとスープアップされたことにより、フックサイズもグランドスリザークと同サイズとなる40番へサイズアップ。またボディのモールドも一新、まぶたの角が強調され、よりいかつさが増した仕上がりになっておりますということで、カラーはねビジブルブラックっていうことなんですね。でこれね、どうやったら買えるんだよなんてなると、またね今年はその発売時期とか変わるかもしれないんですけども、こういう感じでね、受注期間、例えば去年だと2018年の12月4日から12月10日までに、注文してくれれば、ここにはこちらって書いてありますけどね、これポチッとなとして、でお一人様2個までご購入いただけます。これはね、ルアーの種類とかによっても変わるんですけども、まあね、アクセス集中とかする場合があるんですけども、期間内に注文してくれたら確実にお手元に届きますよってのがね、最大の肝なんですよね。だからあとコードネームバスとかもね、注文はしたんで楽しみなんですけども、そういう感じでね、メンバーズクラブになって、まあね、アクセスが集中しないタイミングで、ポチッとなすると確実に買うことができるよ。これね1900円って書いてありましたね。で着払いで買ったりクレジットカードで買ったりいろいろ選んだりはもちろんできるんですけども、そういう感じで、デプスのねデカバス釣れるルアーね、気になるよなんていう人はね、ぜひね、メンバーになっておくと、最初のね特典で届いてくるルアーでその入会費の元を一気に取れちゃう、ね、もうあっという間にねルアー1個買うぐらいの代金で会員になって、そうするとねメンバーズクラブでしか買えない、まあ去年なんかだとぜひもんでね、コードネームバスね、あれとかメンバーで買えるよなんて出てたから、もうこれ会員にならないとダメでしょと思ってね、なったんですけども、その時点でバズジェットのでっかいサイズね、あれが一番最初の特典として届いて、2月か3月、まあ2月に一遍ぐらいですかね、そのメンバーだけに特販されるやつね、この期間内に注文してねっていうのがね出てきますんで、それで気になるアイテムがあったらこうやってポチッとなしておくと確実に買うことができるってね、なんともねいいシステムなんです。その他ね、フォトコンテストであるとか、あとはそのメンバーだけが参加できるですねファンミーティングみたいなのも、たくさん開催されているので、入っておいて損はないんじゃないかななんていう風に、感じます。まあね、何にしてももう間もなくトップウォーターバコーとか出るねハイシーズンに突入しますのでね、このね遠くに届くよっていうねグランドねバスタグ、これを使って、なんとかねフロックバスを狙っていきたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV は、デプスのねメンバーズ限定のねグランドバスタグ、これが、家に届いたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。